イロモスですパスメグリ奈良青ニューーム8聖徳太子誕生の地橘寺奈良県高市郡飛鳥村橘まずは身を清めましょう陽明天皇の別宮を寺に改めたのが始まりですその別宮の馬宿馬小屋の前でアのホめの橋人公女が三家づいて男子を産んだ それが馬宿の巫女そう聖徳太子ですここ橘寺が聖徳太子生誕の地とされています残念ながら何度かの火災で馬宿はありません572年聖徳太子誕生おー藤原の道長が来てる。 式でした。実際には聖子と自然とかなり違いいつ混流か分かっていないんです聖徳太子誕生の地というのも聖子ではここだと否定できてはいませんただ私は聖徳太子誕生の地でありその母親と関係している人だと思っています四天王自式がらん配置といえば十字架私は聖徳太子の母親は外国人でキリスト教信者だと考えていますだからこそ生まれ方もキリストのように馬小屋で こちらの馬は聖徳太子の愛馬黒駒です太子が乗り富士山を飛び越えたとか飛び越えたのではなく馬で富士山を登ったのでしょうそもそもですがなぜ馬江の巫女なんでしょう天皇の息子である蘇我沼子とに戦った太子なのに聖師だと初の女性天皇を誕生させるより馬江の巫女は天皇になる方が簡単ですんで確かにその前の普通天皇は蘇我に逆らい暗殺されました でも聖徳た子は蘇我と共に物のべしと戦うと血筋も業績も申し分ないです私は摂政などではなく天皇だったと思っています隋の勅使があったのは團王だからです中国では女性が王だとへりくだって書きます<ん>卑弥呼がいい例ですね<る>ですが遣隋使がらみの隋の記録に一度も女王の記述ではありません 曽我の馬鹿が対面したとか天皇直々に会うわけがないとか言っていますかその後の待遇を見ても王と面談しています西暦600年から618年に遣隋使は派遣されていますこの間聖徳太子が実施した教責は聞いたことありますよねあっ閃光とろうそくをともしましょう私がここにお参りに来てますよってお知らせしないとねお寺ですから 聖徳太子は600年1回目の遣隋使を送り失敗失敗を踏まえ国の仕組みから変えていきます603年会議12回604年17条憲法そして607年2回目の遣隋使派遣ですおかしいですよね国の仕組み法律国家事業を取り仕切ってます つまり女王ではなく聖徳太子が王だった。ではなぜ水庫が天皇だったとされ聖徳太子は天皇で亡くなったのか聖徳太子の子孫及び蘇我氏を滅亡させた一族がいます。あさてお参りしましょう。もっと言えば聖徳太子も殺されてます。 母親とキサキと一緒に毒殺されています。そして三人一緒に埋葬されています。聖徳太子の遺言通りに。残念。道内撮影禁止でした。ご本尊の聖徳太子座像等々、いろいろ貴重な仏像を見られます。聖徳太子の死については、永福寺にいた時に語ります。 さて本殿の左手にあるのが二面積ですいつからここにあるのかなぜあるのか全く不明の石像ですこちらが悪面こちらが前面 攻玉天皇時代、このような石の装飾品が多く作られています。別の場所から移された友。さらに立花寺の謎。池にかかった橋を渡ると水神が祀ってあります。てか水神って何誰をとかどんな神様とか。何の説明もないです。 あとね、すんごいプレッシャーなんですよ。どちらかといえば良くないプレッシャー。鳥肌が立つくらいゾクゾクしますよ。お参りしましょう。 早くここから抜け出したい何度来ても怖いですてか明らかに背後の小山を祀ってますよね古墳ですよねやっぱり Google マップ参照赤の矢印の方向で見てます一応年頭山という名称古墳ですよね発掘されてないようです塩分っぽいですか 大使,の母親大使と一緒に埋葬されているか誰なんだろうこちらが南の山なんですけどね謎が深まるばかりさて大師一族蘇我一族を滅ぼしたのは誰聖族大師の息子山城の大江の王は蘇我のイルカに殺されたのではと思ってません蘇我のイルカはこの3人に鵤和牛の山城の大江の王を襲撃されたとされています 古瀬徳田は後に宇大臣に取り立てられています。大友の長床は宇大臣に取り立てられています。それはいつか、蘇我氏滅亡後にです。誰に取り上げられたか。中富の鎌足り、つまり藤原の鎌足りです。後の藤原氏の石を築いた人物ですね。それまでの蘇我氏に代わり天皇家に帰省した一族です。 蘇我氏滅亡については飛鳥寺で語ります簡単に言えば聖賊大使も蘇我氏一族で天皇になっていると天皇殺しの異名がつくそして皇玉天皇の正当性を表すためにも推古天皇を聖賊大使の代わりにでっち上げたそれに異を唱える人はもういませんでしたからね藤原の鎌足り以降藤原氏は娘を天皇に卒がせ天皇家との関わりを持って繁栄していきます 以前の蘇し氏一族がやっていたように収束が開かれてきた重要文化財の聖徳太子像35歳が見れました先ほどの契略に藤原の道長が来たってありましたが寺的には嫌味で書いてたのかな道長的には謝罪に来ていたのかも私は道長は良い一節を取ります大河を見てるからじゃないですよ 藤原氏の面白いところはやらかしたと必ずごめんなさい、的なことをします。例えば、法隆寺再建も息子の藤原不人が行ってます。それは後の時代でも藤原氏の伝統として受け継がれていったようです。あの、有名な音量で知られる菅原の道成のために太宰府天満具を作ったのも藤原氏です。ここ、王城院は撮影家。天国を表す天井へ。 綺麗ですねそのほかにも聖徳太子関係のものが。 こちらが立花。不老不死の種を探しに行って、ここに植えたから、立花寺になったとも。さて、もともと中富の鎌足りは、くだらの王子様だったのかも。くだら復興のための戦いのために朝鮮に戻ると同時期。中富の鎌足りの痕跡はありません。次に中富の鎌足りに出てくるのは、白村江の戦いの後です。行き場を失った中富の鎌足りは、生き残りをかけて、 中の大江の王子に取り入り天皇までのし上げます天地天皇ですねしかしその後おっとここは聖徳太子ゆかりの場所でした聖徳太子の鎮魂の意味で金をつきましょう <laughs>

この動画を作ってて思いつきましたが二面積聖徳太子の顔と馬屋泥巫女の顔という意味だったりしてここは申し訳ないですが事実として立花寺全焼して何度も亡くなってますつまり自伝自体も後付けなんですよね 一番古い記録が立花天寺尊称であり、もともと天寺だったようです。とはいえ、聖徳太子ご誕生の地、昭万行幸講義を実施したのはここで間違いないと思います。別名だったところを寺にしたのは聖徳太子で間違いないとも思います。何度も聖尊しましたが、大将を敬う方々の力で何度も再建されました。その大将を思う思いが、ここをパースポにしてます。ただ、聖徳太子が天皇ではなかった説。 母親が外国人だったから天皇になれなかったのかも聖徳太子はキリスト教の匂いが各所でするんです聖徳太子自身も息子たちも自己犠牲で亡くなってます ここで疑問に思うのは、火、月、星の光を放った、それぞれ何色言ったらあかんのかな聖徳太子信仰は世が乱れると盛んになります。鎌倉末期、戦国時代、戦乱になると。聖徳太子が生き返って救ってくださると。つまり、神様として復活すると。この辺もキリスト教の匂いですよね。 まあ逆を言えば聖賊大使は生き返っていないってことなのに神様扱いある意味さすが日本史のスーパーヒーローです1400年以上前の人なのに人々の心に生きているこちらは観音堂です本当にない お参りしましょう。尿りんかんの菩薩像。平安時代後期の作品のようです。なぜ聖徳太子にキリスト教の匂いがするのか。例えば聖徳太子ゆかりの品玉虫の図紙。 元々はここ、立花寺にあったとか、聖徳太子が作らせたもので、趣味座部の左側に、瀬下文傷、右側に写真思骨が書かれています。共に釈迦生前の逸話ですが、自己犠牲の話です。うん、こちらは、経道です。 聖徳太子も生きるよりも死を選び息子も生きるよりも一族全員で死を選びましたギリスト教では自殺は大罪ですが自己犠牲は尊ばれますこちらはごま堂ですお参りしましょう違う つつい神社のように。だからこそ、藤原氏は聖徳太子に恨まれるのを恐れ、悔いのためにいろいろしてます。そもそも本人たちは自己犠牲の精神にやってますので、恨まないとは思いますけどね。先ほど言い忘れてました。こちらで必ず私は腕輪を買います。私の絶対的お守りです。 緑王、腕は年中、生命の木とも言われる緑王です。国団腕は年中、邪気を寄せ付けず、冬は邪気から守ってくれる。この二つを時と場合で付け分けてます。本当にものすごくパワー感じますよ。他でも見ますが、立花寺のこれが私には一番しっくりきます。すごく守ってくれます。だからコロナになってないのかも。 すいませんかなり脱線しましたその自己犠牲が仏教の教えというよりキリスト教だと思うんですあえて玉鶴術師にもその真を選び一族の基本理念としている古代天皇家の鏡のような上空王家上空王家っていう一族の名前もすごいですよねこれも藤原氏が相続大象を怖がった証拠かと 立派な名前を付けて供養してますよね橘寺外の風景いい景色だならって感じです聖徳太子も見たであろう景色しかしやっぱり古墳ですよねまた行きます 以上パーソナル巡り奈良青ニュース V8 聖徳太子誕生の地橘花寺でした。よろしければいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ひろモすです。